それでは新メンバーでオーラを出し、私たちにあなたたちの実力というのを見せてちょうだい。オーラよう考えろよ、なめる。デュラとかすごく汗かいてたじゃないか。まさかあの程度しか出せないと思わなくてな。まったくもっと主にこびればいいものを。こびればネルみたいに増えるの。当たり前だ。私たちがどれだけ地道に鍛えようが、主様から帝オーラをもらえばポテンシャルは大幅に上がり、その拍子に現時点の力も上がる。専属神みたいに未熟者だらけなら修行も必要だが、私たちみたいに完成されているなら帝オーラをもらっているだけの方が効率がいいのだよ。それ聞かされる俺、なんか帝オーラのおまけみたいに感じるんだけど。主様がおまけなら無償で現実世界に遊びに何回かないさ。もっと女心を理解するんだな。鈍感な主様よ。ネルの心境を女性共通にされても困るけどね。それよりどれくらいオーラ出すかな。さあな、ヘブンズハート、で100桁は少ないからな。せめて150桁は頑張ってほしいものだ。言ってることの次元が違うんだよな。さてさて、みんな、オーラ出すよ。よくわからないけど見たいらしいからね。さて、これで抑制しなくていいなら気が楽でいいね。ヘルはどれくらい？ 160 桁くらいだな。上等だ。私より少し少ないくらいだね。本気でオーラなんて出したことないんだけど。頑張ろう。何あれ？水晶？すごく特殊だね。見たことないや。あいつのオーラは異質なんだ。ちなみに130桁くらいだな。あらあら、まあまあ、みんな頑張りますね。では私もちょっとお邪魔しましょう。解決。さすが主様の愛人、180桁だ。神より少し少ないくらいだな。勝手に愛人認定するな。私より多いね。食べ応えありそう。オーラ食べるの？最初くらいはほらなしでやりますよ。カモン、解説。鬼族だから力強いね。だがしかし残念、110桁。大したことないな。普通にヤバいわ。みんなすごい。ミアも頑張らないと。ふぬーん。実力だよな。実力だな。実力だね。うん、無理だ。ネル様の姿借りよ。ポンポン。あいつ、私のさっき出したオーラまで全てコピーしたな。ということは500桁？制限時間ありだと思うけど、すごいね。でももうなんか相当辛そうな顔してない。大丈夫かあれ？ネル様無理。強すぎて気持ち悪い。毛髪そう。ふん、みんななかなかやるじゃん。でも大したことないね。私の方がとびっきりミラクルすごいんだから。私のオーラ、先に乱れろ。ほう、帝オーラの恩恵なしで180桁か。フラ同様なかなかのものだ。さすがご神体だ。パリシすごいね。私より若いのに。ぐぬぬ。これで全員、一番低いので鬼族のユラか。まああいつはホラ吹きだ。あまりこのオーラ数も当てにしない方がいいかもだがな。テルやセラは知っていたけど、他の4人もすごいな。まだここまでの逸材神がドルエデンにいたなんて。はぁ、あ、私が最弱ですね。情けない。ジュラは治療、だから別に強さは必要ないと。思う。ジュラはその代わりにあのミール様や神霊様でもできない、蘇生、ができるのだから。強いね。私でも150桁が最高なのに、オーラなんてステータスの一部に過ぎないけど、優秀な人が多いのも事実。これは頑張らないと。全員、オーラを抑えなさい。そして整列し、私に向きなさい。あなたたちの溢れんばかりの力、私たちはしっかり感じた。認めよう。そしてようこそ、第二のエデンへ。ここは帝オーラエデンの中でも選ばれた者だけが許された領域である。これからは自身がこの帝オーラエデンの選ばれし女帝という自覚を持って、精進するように。それでは式典も終わったから後は自由にしていいわ。だけどせっかくいらしてくれた主様やミール様への挨拶も忘れないように。以上、解散。ふん、終わった終わった。それじゃあ私は帰るね。ああ、またいつでも遊びに来なよ。歓迎するから。そうだね、動く気力があったら行くね。さて、私がいたら他の連中が話しかけにくいだろうし、退散するかな。そうか、暇なら俺と一緒にいたらいいのに。バカでネクラで今世紀最大のお天敬主様よ。嬉しいことを言うな。心躍るだろう。おおう、バトンのオンパレード。おひさだね、主様。てる、奇跡おめでとう。すごいんだな。当たり前だよ。私優秀だよ。何せどの技術においてもちょちょいってできるんだから。それに主様に貢献したって実績持ち。そしてなんと全員満場一致推薦。これは帝オーラエデンでは名誉なことだよ。もう鼻高超えて円高だね。
境外入っちまったか、このお調子者は。それじゃあミール様にも挨拶するからまた呼んでね。ああ、また訓練とかでお世話になるよ。相変わらず臭いですね。もうこの建物中から匂いますよ。ほら、せっかく出世しても中身は全然変わらないな。どうなってんの、このなんちゃって名堂。主らしいことしてない本職に言われたくありません。言ったな、自分が何の究極系かも忘れてたくせに。だって使わないんだもん。英知とか実感湧かないの。自助の方がしっくりするんです。お前自助だったら究極系に絶対になれないからな。一回帝国の自助見て見習え。ささっと逃げやがった。本当大丈夫なのか。大丈夫ですよ。セラは性格はあれですけど、実力は本物ですから。ルナカ、おめでとう。俺の血が役に立ったみたいだね。はい、ですが精進しろと言われましたし、これからは構成員、もう私を呼ぶメリットも生まれましたし、これからは積極的に主様に会いに行けますね。そうだな。まあ、室内だけど日が入るの。私光が嫌いで。もう帰るところです。やっぱり暗くないと落ち着きませんね。大丈夫か、現実世界は光ばっかだぞ。できれば夜限定でお願いします。昼は明るさの熱で熱中症になりそう。それ、ルナ的にデメリット多くね。疲れたな。帰りたいけどまだ挨拶に来てない子もいるから気を使って帰れないんだよな。メリアもシンとなんか話してるし、少し隠れて休憩しよっと。おやおや、私の主様は正直者だね。すぐ顔に出て、それとすぐ口に出してしまうらしい。ごめん、名前は。スメラギ、ユラ、エンデカイデン出身でホラの究極系。ホラって嘘ってことか、嘘が得意ってことか。嘘は情報を錯乱させたり、保守したり、謙遜されがちですけど戦うため、守るためには必要不可欠な力です。そうだな、大人になれば嘘の大事さは嫌でもわかるよ。今日この場はミール様から嘘は禁止と言われてますし、私も今日は私を知ってもらわないといけない場、極力嘘は控えてますが次からは主様でも遠慮しませんのでお覚悟してくださいね。ああ、お手柔らかに頼むよ。ではオクトエデンに帰りますかね。速攻で嘘ぶっ込んでくるじゃん。どっちよ、鬼族なのに翼生えてたし。あれ、誰かの落とし物か。それにしてもなんでタオル。やった、主様騙された。君は新人のタヌキ。うん、ニアはニア、ブリスエデン出身でタヌキ族だよ。変化が得意でね、こうやって選ばれたの。ってことはスティアと同系統の獣っ子か。スティア曰く本能的に動く子が多い。気をつけよう。堂々、ニアの変化すごいでしょ。質感から存在や気配まで完全に変われるんだよ。それでさっきのネルみたいにオーラの質ごと変われたのか。うん、ニアは変化の究極系だからね。ミガドユエデンで一番変化が得意なんだよ。変化か、すごいなニアは。でしょでしょ、褒めて褒めて、いっぱい頭撫でてー。甘えるのはエンペラーベスティアの特徴なんだな。スティア限定かと思ったよ。なんだ、この葉っぱ。いけない、片付けるの忘れてたよ。大事なものなの。うん、タヌキ族はこれないと変化できない。怒った。怒ってないぞ、これからも頼むな、ニャー。そういえばなんで耳のところに鈴？主か。主に武器を突きつけたブレイ、どうかお許しを。いや、何？この鈴は素手で触らないとならないのですが、鳴らせば私がどんな暗殺の命をもこなし、その首を主様の元へ届けましょう。つまり、その鈴がニャーにとっての人格切り替えなんだね。はい、私は暗殺などの隠密に特化した力を持っています。ですが表の宮ではそのような芸当はできないので私を使う際はこちらを。わかった、どうやって戻るの？再度鳴らせば。あれ、戦闘モードの宮に変わってた。ああ、挨拶できてよかったよ。また何かあったら頼むな、ニア。うん、ニア待ってる。というかオーラの時、あのモードだったらそれなりの雰囲気出てたんじゃないかな。まあ、いいか。やっぱり選ばれるだけあって強いんだな。ちょっと安心してたのにな。なんだ、なんか下から声が聞こえる。なんで無視するのさ。私何も悪いことしてないのに。いたんだ。小さすぎて視野に入らなかった。すごいね。そんなに小さいのにこうやって選ばれるなんて、何歳？子供扱いすんな。10歳だけど。子供じゃん、というかエテルと耳と同じ年か。これはいい友達になってくれそうだな。名前と象徴は、あと種族も言ってもらえると嬉しいな。リル、竜族でエクシエデン出身、壮滅の究極系。私すごいんだぞ、ドラゴエスカレウス、の序列1位、皇帝、候補で竜族のご神体、すごく偉いんだからね。そっかそっか、リルは偉いな。信じてない？すごいんだぞ、究極竜よりももっと上に存在するたった1体しかいない竜の頂点なんだぞ。私にかかれば、どんな世界でも断りでも因果でも輪廻でも壊してしまえるすごい竜なんだぞ。疑ってないよ、すごいなーリルは。ちなみに使ったことはないよ、だって使うタイミングないし。
使えるって聞かされただけだし。実績採用かな。でもまあミールが選んだなら間違いないか。育てろとか言うなよマジで。とりあえずよろしく、ミールも早く馴染んでね。何言ってるの、ミールから主の元で生活するように言われたからここで待ってたんだよ。ですね、ミール、俺を子供を預かる先生とかと勘違いしてないか。そっかー、それじゃあ少しここで待っててくれ、そろそろ帰るから。おいこらミール、ビルの件初めて聞いたぞ。すみません、ビル、オーラがすごい意外甘やかされて育てられたらしくて戦闘技術とか勉学が全然だったんです。エフェニア鬼族の娘に帝国で技術と勉学を教えてるそうなので、できればビルも通わせていただければ、オーラを提供しなければ無害ですし。ずっと帝国にいさせるのか。常駐契約。してくれません、いつでも外せるように割安にしておきますので。ああ、わかった。すぐに解除できるようにしておいてよ。あえて一席残してたんだからな。助かります。ミカドルエデンはマナビアは存在しないので。この際作ったらいいじゃないですか。いえ、あまり変な知識を持たれたくないので、管理が今より何千倍も面倒くさくなりそうだし。まったく、それじゃあ新人と挨拶したし、ミル連れて帰るね、ミール。はい、これから13人になりますのでどんどん使ってくださいね。常駐とかいや、なんで言うこと聞かないといけないの。それはミミと同じくらい面倒くさいですね。あいつは俺が嫌いなだけで結構周りの評判いいけど、こいつはただただプライドが高いだけだからな。俺が主だから命令は基本聞かないといけないんだよ。勝手に契約すんな。悪徳業者、広告詐欺、ワンフリック詐欺、過重請求業者。ずるいわれよ、本当に好感度高いのか、これ。言うですから、落ち着いたらどうにかなるんじゃないですかね。よし、帰るぞ。大変そうですね、いろいろと。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。